フリースタイルフットボールを特技とする女優の誠島優さんが自身の公式 SNS を更新。ファンの方からプレゼントをいただきました。と綴り、イングランド一部リバプールのキャプテンとして活躍した、レジェンドの直筆ユニフォームを持った一枚を添え、いただいちゃって良いのでしょうか。と、お宝入手を興奮気味に報告している。サッカーができる女優、として、 華麗なリフティング技が評判のマジマさん。日本代表の試合をはじめ、海外にも現地観戦に訪れる、サッカー通り、としても知られ、今年5月には昨季でリバプールの指揮官を退任したユルゲン・クロック監督のラストマッチを訪れる姿もあった。そんなマジマさんがインスタグラムの投稿で一枚の写真をアップし、そこに写っていたのはファンからプレゼントされたというユニフォームを持つ姿。 元リバプールの英雄スティーブン・ジェラード氏がリバプール時代に着用していたセバンゴー8のユニフォームで直筆サイン入り。まさにお宝ユニだ。投稿には嬉しいです。何年も前のプレゼント応募企画で当選されたユニだそうですが、いただいちゃって良いのでしょうか。と嬉しさと恐れ多い気持ちです事務所に送ってくださって、ありがとうございました。 とメッセージが綴られ、興奮気味に伝えられた。